皇后、生は、謝氏。人口負担要件の人。実父の謝安氏を早くに亡くし、敵氏の養女となった。その後、高級に入り、高層の皇后護氏の次女を務めた。昭三十一年、剣王、長白宗に即室として与えられ、皆安軍夫人に封ぜられた。高層が即位すると、遠洋に封ぜられた。流行二年、貴妃に昇った。 質素だが細やかな性格で、夏皇后と死別した構想を誠実に使えた。厚式3年8月、大上皇の勧めで、皇后に作立された。厚史博士16年2月、皇僧は、この皇僧に上位して、大上皇となり、斜氏は、受勢皇后と交した。軽減元年11月、琴吹正二皇大后と加合した。年月、時、 裕う皇交代号となった。回帰3年5月16日、放御。静粛と、送りなされ、高僧の長岡領に合奏された。創期三34、高僧期厚式3年8月かのえた津上、大乗高率立飛車氏ため皇后これより少し前に、長白僧は、軍王から新王に登った。最初の妻の隠しは、軍王時代に創生した。ありがとうございます。